スクールの紹介を。これ履くんだよね。各スクールの紹介というか、各スクールの演技が終わって、うん、じゃあ最後ゴーチアキャッチで終わるんですけど、はい、ゴーチアキャッチで終わったら、降ろしたら、大野さんが入ってきてもらって、うん、子供たちがステージに、あ、そう、すいません、呼び込んでもらえる、バービーの子たちが残って、はい、大野さんが入ってきていただいて、わ、はい、かりました、はい、はい、承知しました、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ袖から出てきたらいいですか、はい、こっちから、はい、すごいね、これだけの人数がいるとき、すごいですね、すごいですね、それでは準備ができたようです、大野隆さん、どうぞ、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。すごいな。こんなにダンサーを引き連れて歌っていいみたいな話ですけど。盛り上がってる。やるよー。よろしくお願いします。お願いします。これ、誰きっかけだ、僕きっかけでいいですか、で、いいですか、どうしましょうか、じゃあ、行ってみましょうか、じゃあ皆さん、ぜひよかったら手拍子などもしていただきたいと思います、それではお願いいたします。 Everybody say yeah, oh yeah, all of you get the minute, yeah, I shall do. Everybody say yeah, oh yeah, it's allありがとうございます。踊りながら歌うことがないですから、その1日目の大沢の子たち後ろに行かないようにしてください。ほんますごいキレキレで私たちとびっくりするじゃん、引くでしょ、あいつすごいすごいじゃん、誰よりもジャンプしてる、同じ動きをみんなも一緒にやって、で、一応僕ビデオ見たんですけど、外からですね、外から、外からですね、大野さん、ぜひこちらの手でお願いできますか、はい、右手で反転で送っておりました、あ、そういうこと、はい、ということは、じゃあ、スタートもこっちから、はい、はい、右手から、右手から間に合いませんよ、本番まで私完全にこっちから練習してました、全部覚えてきてください、はい、一応本当にちょっと待ってください、本当にこれが終わったらですね、小野さんの音楽が終わったらファンタイムにそのまま入ります、はいはい、流れ的にで、ファンタイムでリョータとケース、好きなコーチ、はい、大会演技があります、あ、ごめん間違えた、大会演技そのまま MC で大会演技の案内をしてくださる、はい、で、今からランスルー入ります、はい、そこでこれ歌い終わったら私司会しないといけないらしいんですよ、ちょっと忙しいんです、忙しいです、はい、エンディングまでちょっと司会しないといけないって、そうなんです、ちょっとまずいことになりましたね、振りが全部反対だってこと、聞こえますか、聞いてください、これはまずい、今からランスルーに入るんだけど、おしゃべりお話ししません、どうしましょう、どうしましょう、あと何時間ですか、本番まで3時間ぐらいじゃないですか、もう3時間ないですよ、今からランスルーする、みんな聞いてね、今から全部通しますちょっとまずいですね、ほらこれはまずいことになりましたねどうしましょうか、まあ、今からでもランスルーなのでとりあえずランスルーをね、はい、一回通すと、はい、久々ですよ、ホールに出るっていうの、いや、やっぱテンション上がりますよね、本当にいいなっていうふうに思うし、やっぱライブもしたいですし、ありますよ、次回もだわしのライブの時にちょっとワンアカデミーの皆さんの友情出演が甲子園のアルプススタンドのようにこうチアの皆さんが並んでありますよ、これは。いや、でも今日ちょっとさっきリハーサル若干やっぱ気持ちよくなってますもんね、あんなに後ろで同じ踊りをするって、よかったよ、覚えてきててよかった、いや、ところどころでいいですよって言われてたんですよ、ところどころなんか小野さんもちょっと踊ってもらえればって言ってたんですけど、やっぱそうはいかないじゃないですか、うん、そうですね、
さすがエンターテイナーとしてやっぱちょっとビシッと覚えてきたつもりが全部半分反対だったっていう。今回その曲はどういったメッセージというか、はい、昨年ですかね、代表の柿田さんからご連絡いただいて、で柿田さんともう本当あの昔からというか大学の後輩でもあるしっていう、そういったつながりもあって、まあ、社会人になってからですけどね、いろいろと仲良くしていただいたりとか、柿田さんご夫婦の結婚式の司会をさせてもらったりとか、そういうちょっとつながりもあってですね、で後輩なんですけど非常に可愛がっていただいている先輩です私。はい、なるほど、逆だ。そうです、はい、非常に可愛がっていただいている先輩です私。怖いから、はい、そうなんです。でなんか、まあ、新しく立ち上げるんだっていうことで、でその中にもうみんなで歌えるでみんなで踊れるテーマソングを作ってもらいたいっていう依頼をいただいて、正直悩みましたよ、どうしようっていう。なんか今までこのロック畑でね育ってきたから、どうしたらいいんだろうってもう思いました。ロックじゃないぞみたいな。で今回もちょっとアレンジャーさん、福田さんっていうアレンジャーさんにお願いをしたんですけど、2パターン作ろうかって話になってて、で本当ゴリゴリのロックの感じのバージョンと、ちょっとダンサブルで少しこう2つ分けようかって言ってでお願いしたんですけど、上がってきたのがああいう感じで上がってきたんで、もうすでにもういいじゃんっていう。どちらかというとちょっとアコースティックギターメインの感じのこう非常にポップな感じで上がってきたから、これすごいこれもいいんじゃないっていうことになって、でこれをちょっとじゃあ肉付けしてもう一回アレンジし直そうかっていうことで出来上がっていきましたけどね。僕一人で歌ってもやっぱなかなかああいう雰囲気にはならないんですよ。難しいですね、うん、だからちょっとコーラスをお願いしようって、やっぱ女性の声も入ってたりとか、ね、まあ、子供たちに歌ってもらえればいいかなという、そういう、まあ、でも開催ができてよかったですよね。そうですね、うん、そう。それでは準備ができたようです。大野隆さんお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。大野隆でございます、よろしくお願いいたします。コロナ禍では我々大人以上に多分子供たちの方が窮屈な思いをしていたりとか、してるんじゃないかなと。今日本当にねたくさんの方々がこうやって集まってくれて、そして今まで頑張ったものを見ていただけるというのは多分すごく嬉しいんじゃないかなと思いますし、会場のね保護者の皆さんもきっと喜びにあふれてるんじゃないかなと、そういった思いでですね、ぜひぜひ歌っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。いいですね。じゃあ行ってみたいと思います。ニューワールドワンアカデミーのテーマです。どうぞ。 Everybody say yeah, oh yeah, all right, all right, 広げて未来へハイジャンプ。 Everybody say yeah, oh yeah, it's all right.光の先目指すのは僕らのニューワールド。ララ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 大切なことから絶対に目をそらさないで、あちこちで今日も音がする、溢れてるリズムに任せて踊ろうよ。 Everybody say yeah, oh yeah, oh yeah, 羽広げて未来へハイジャンプ。 Everybody say yeah, oh yeah,僕らのニューワールド。 青手が
ってばかりの君信じることに疲れ果てた僕あ本当の声をほら俺が挑まして聞かせてくれないか Yeah あちこちで今日もざわついてるけど心配はないもんだね仲間はそばにいるよ Everybody say yeah Oh yeah Ready high pose Everybody say yeah Oh yeah All eyes その目で広がる世界僕らの New World これからもっと強くなれる僕は君のヒーローになれるかな震える心知った時何度でも何度でも立ち上がろう忘れないでEverybody say yeah, oh yeah It's alright 夢叶える場所Academy Everybody yeah Alright 晴れ広げてキレリハイポーズ Everybody say yeah, oh yeah It's alright その目に広がる世界僕らの New World ナラン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 ありがとうございます。メンバーに大きな拍手を、そして会場の皆さんも大きな拍手を、ありがとうございました。続いてはファンタイムでございます。今日皆さんにメンバーがプレゼントを用意しているということですから、それではファンタイムの皆さんどうぞ。一番前がど真ん中、頼むよコーチ。よいしょ、来た、どうだ、あー、惜しい、おめでとうございます。あのね、届くとか届かないの競技じゃないのよ。プレゼントを渡すって競技だから。ちょっと受け取ってないのでいらっしゃいます。欲しかったって方、はい、そのままたロビーにて買ってください。よろしくお願いします。お帰りの際にお買い物をメールいただきたいと思います。ファンタイムでした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。助かりました。とんでもないです。ありがとうございます。皆さんから司会ばかりを褒めていただきました。いやいや、曲もよかった。あ、そうですか、ありがとうございます。ならいいんですけどね。いや、本当、はいはい、いやいや、でもよかったですね。皆さんも踊っていただいてね。なんかマスクはしてましたけど、コロナということをちょっとだけなんか忘れられたなと、ということで、今後もまたワンアカデミーの皆さんとね、なんかいろいろと、できたらいいなと思いますし、ちょっと応援したくなったもんな。なんか楽しみながらっていうことと、ちゃんと夢を持って、なんかそういうので、最後の最後まで先生たちが楽しみながらとか、楽しんでいこうねって言ってた掛け声とか、あと舞台袖でずっと先生が手拍子してるとか、感動した。なんか本当に、ちょっと忘れかけていた気持ちをいろいろとちょっと取り戻すことができたなと思いました。またタカチャンネルも頑張っていきたいと思います。はい、2022年改めまして、春以降も私も頑張ります。どうぞよろしく。お疲れ様でした。ありがとうございました。